新型コロナウイルスが猛威を振るう中国では、新たにスーパーマーケットの混雑緩和を指示するなど、ウイルス対策の徹底が進められています。こちらスーパーの入り口なんですが、前の人と間隔を空けて並ぶためのラインが引かれています。北京市内のスーパーではレジの前などに等間隔の線を引いて注意を促していました。北京市はスーパーの運営会社などに対して、混雑時でも店舗の面積2平方メートルあたりの客の数が1人となるよう緊急の通知を出しています。このエレベーターもこのように床にラインが引かれて、一緒に乗るのは4人までとされています。またエレベーターに一度に乗る人数を制限するという動きも広がっていて、感染拡大に神経を尖らせています。一方、感染が急速に拡大している韓国で始まったのは、屋外で車に乗ったまま検体を採取するドライブスルー検査です。ソウル郊外の診療所では、屋外に設けられたスペースに車が入ってくると、防護服を着た医療スタッフが運転手の問診を行い、発熱や咳などの症状を確認します。症状があった場合、車に乗ったままウイルス検査のための検体を採取します。室内に入らないため、患者の出入りに伴う消毒を行う必要がなく、待合室や診察室での感染を防ぐ効果も期待されています。韓国では今日新たに334人の感染が確認され、感染者は1595人、死者は13人に上っています。